どうもバゴーン田中です。今回はかなり久しぶりにエーペックスやっていこうと思います。ちなみにお酒飲んでます。それではスタート。はい、今そうですね、500の缶ビール2本開けるとこってとこですかね。まあちょっとやっぱやってなかったせいか調子悪いんで、お酒飲んだ方がむしろ調子いいんじゃないかなということで飲んでみようかなという感じですね。さてランクですね、やってなかったからまあちょっと上げたんですけど、はい、今回ブロンズまで落ちちゃって、ブロンズ1でちょこちょこやって、今一応シルバー1までは来たっていう形ですね。まあ時間にもよるんですけど2000ほどやって行こうかなと思います。ちょっと初動落ちしたら3回目やるかもしれないですけど、はい、おお、このレブなんて初めて見た。ちょっといつも噛むこととかあるんですけど、ちょっとお酒飲んでるからいつもよりさらに噛むかもしれないんでご了承ください。さてどうかな、お酒の、わお酒飲んで、何、どこ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 、こっち、いいよ。あ、通り過ぎた。あのピンがもうちょいね、赤とか見やすくしてほしいんですけどな、正直。おーし、ドカーン。いや、変なとこ行ってたわ。なんもねえ、ここ。よいしょ。ここなんもねえ。あ、やばい。ちょっとやばいかもしれない。なんかぐるぐるするな。おぉ。はいはいはい。はいはいはい。もうバックパックが。いや、なんか、あった。修正かかったはずだけど、なんかそんな多く感じないんですよね、バックパック。さてここ開けたんだっけ、ここ開けてる、臭いな、開けてるな。さてじゃあどうしよっかな、もう待てね。いでいでいで、いやー酔い早そうだな、やり合ってますね。お、近いぞ。え、やってる？やってるって。お。やべえ、持っとくか。フラットラインだしな。もうライン。よいしょ。一般通過、一般通過2機。はいはいはい、もうちょい弾欲しいな。やっぱこういうところなんだよね、このアサルスピードの遅さ。これいいで全然ダメだ。もうそもそもそういう話じゃねえ。あ、びっくりした。リスボンか。いいね、いいね。やばいな。これやばいぞ。ランクに来てはいけないくらい、ちょっとぐるぐるしてんな。どこ行くのみんな、どこ行くの。あ、いいね。ちょっと私も案内できませんので、案内って。よいしょ。はいはい。みんなしてバラバラに。おお、なんだなんだ。なんだなんだ。えい。もう悪い。おう。びっくりしたー。マジビビったんだが。
ちょっとスコープにしたけど、あ、スコープじゃねえや、スナイパーにしたけどスコープがない。チャーライにしようかな、嫌がらせで。だったら縄のことスコープ欲しいな。縄のことスコープ欲しいわ。うんうん、おでももう、おあと1部隊でプラスだ。やっぱシルバーはちょっとハイドするだけでいけますからね、倒さなくても。ゴールドくらいから、あそっちかな、うん、いいけど、はいはい、やばいやばい、ちょっと配信、うん、いかん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 、ゲフーとかちょっと配信中に聞こえてはいけない音が出ないように気をつけないと。はい、スコープ、おお、またスノーバ、うん、赤さんしよう、いや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 、欲深えな。さっき3あったで。オフル。何何何、うなり声。どういう感情なのそれ。ちょっといるじゃん。マジで言ってる。どこにいんの？あ、いたいたいた、奥じゃん。あ、いません、いません、もういません。あ、いません、こっちか。全然当たんねえ。うわーマジか、ぐー、いやーぐるんぐるんしちゃう。あ、3本目飲むか。いやー、あでも一番、うん、あ88、ほらプラスプラス。ああ普段はこう水分取る音とかも気をつけてるけど、やっぱお酒入るとあれっすね、おろそかになりますね。いやーちょっと、うん、早いな3回くらいやろうかな。まあ万が一これチャンピオン取ったらもうこれでもう終わりますけどね。ちょっとでも今の感じだとお酒飲んだから調子良くなるわけでもなさそうな感じではありますな。あ、やべ、取られた。マジかマジか。レースにしよう。いやー、でもレースなー、ほぼブラハ一択なんで、あんま使ったことないんですよね、他のキャラ。いい機会か。ミラージュ使ってる人で、まあブロンズ3だからあれかもしれないけど、そんな下手な人見たことないですよね。この間、そのこの間昨日かミラージュでウルト使って6人固まって普通に惑わされたことあって、もうどれどれどれってなって、しかも打ってこないみたいな。
でぐるぐる回ってるから適当に打ったら当たるみたいな感じで、いや面白いなーっていうのはありましたけど。じゃあちょっとハイドでもないけど、まあリフト行けば大体10位以内には入れますからね。ほぼ接敵しないしな。逃げるのも楽だし。来てないかな。1パ来てるね。1パ来てるからちょっと左に膨らみますってことだけど。オッケーオッケー。やっべ、同じとこ来た。ははーん、これあんま慣れてねえなこれ。おいいもんじゃん。いやでもスピットファイヤーは弾が、ああなるほど、あそっか、 Y、 いや Y マスティフ持っといた方がええな。レースやったわ。いやー、弾が、ほらほら、あーごめんね、ヘビーか、ヘビー、何やってんの。弾ね、弾がないからこっち行くよ。へいへいへい、ナイスナイス、もうプラス確定、わかんないけど。どこっすか、ちょっと何やってんの、もう。あ、まだ溜まってねえや。ナイスナイス、いいよ。ちょっと待って、マジでやってる。あーマジか、やったった。味方かと思った。こいつ、ナイス、いいですよ。わーやったー。ちょっと味方どうもって思ったけど、あれ奥と見たっけ、あーってなっちゃった。ありがとうございます。いやー、グダったなー。ありがとうございます。ポータル使おうと思ったら溜まってねーっていうね。ちょっと、甘。ねえな。これは漏れなくねえな。あー、ありがてえ。あったけ。いや、よかったー。いやー、ぐだる。めっちゃウケるんだけど。いや、でもこれ大事にしたいですね。キルポ、正直あんま上手くないから、キルポ取れることの方が珍しいんだよな。なんもね、あ、いいね。あ、弾ありがて。あったけ。遠いなぁ。まあ、1個目だし。あさりながら行きますかね。なんかある。なんもない。こっちから来たんですね。いらん。持ちたいところだけど、ブラハなら持ってたかな。いやー、でもトリプルテイクが足好きだったからな、なくなったのマジでショックで。おい、スナイパー使うもんなくなったよって感じで。なんつうんですかね、好きな方には申し訳ないけど、あの、チャーライは確かにあの、センチネル、ロングボウの3つの中だったら一番使えるしっていうのはあるんですけど、ちょっとなんか、なんつうんだろうな、お、抜いたってノックダウンしたとしてもあんまそうなんないんですよね。こう
快感が少ないというか。お、シールドバッテリー。セールもらおうかな、じゃあ。よいしょ。わーわーわー、いるね。あっちか、あっちか、やだな。早めに。レベル3、それは欲しい。どっから通っていこうかな。もうカービン、カービンとタービン間違えるって、これ初心者あるあるですかね。初心者っていうほどでもねえんだよな、もう年数的には。おお、すげえ考えてる。 FPS は正直 APEX が初めてだけど。なるほど、ミラージュも。お、半分だ。いいよ、プラスだよ、プラス。いや、どっちにしても、でもこっちから行くならやっぱタービン通んなきゃダメだな。あー、いるなー。いやー、参ったな。なぜこっちに来てしまったのか。あ、いるわ、いるわ。いるいる。やっべ、いた。なんと。おわ、使われた。味方か。味方だったら嬉しいんだけど。あ、行ってるわ。まずやったことないけど結構良かったんじゃないでしょうか。やべえ、ミラージュが死ぬ。あれ、やべえ、グラッター落ちてる。ちょっと待って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 、回復させて回復させて。いやー、いいですよ、調子いいですよ。はいはいはい、ちょっと待って、これ、はい、はいはいはい。このあっさり、なんか来てんな。うん、ありありあり。いや、そっちじゃねえって。そっちいるじゃん、バカバカバカ。ちょっと一回円の外出るの方が大事だって、これ。いや、落ちたか。いや、無理だよこれ。いやー、ミスった。申し訳ねえ。下ったな、リングの中だったけど。今みたいにね、遮蔽物もし、くそ、まあ、プラス、プラス、プラス。いやー、残念無念。まあでも初めてかもしれないですね。まあ、レースあんま使ってないってのもあるけど、なんかダウンしてポータル引っ張ってみたいなのできたんで、まあ課題はあるけど、ちょっと
次につながるかなって感じでありますね。このレベルです。さーて、もう一回やって終わりですかね。ちょっとさすがに3本目なんで、まあ、調子悪くないですけどね。やっぱお酒飲んだ方が、あれかな、思い切って突っ込んだりとか、意表ついたことできるのかな。さてさてさて、お、今回遅いな。あれ、ちょうどもしかしたら、ワールドエッジに、あ、違う、ランクだからオリンパス確定か。遅いな。ちょっとやり直してみようかな。いやー、まあ、シルバー、お、早い。シルバーだったら、まあ、なんとか、とか言って次、ショート落ちするかもしれないから、ちょっと余計なこと言わないようにするんですけど、ゴールド、多分適正なんですよね。本当時間制限なければ、まあ、そのうちプラチナまで上がれるかもしれないけど、そこまでの実力はないかなーって感じですね。もう見て分かった通り、体全開に出して打ち合いしてるんで、やっぱそういうとこだよなもうね、最近でもないか、甥っ子もエーペックス始めたんですけど、何ヶ月か前に、やべえ、ブロンズ2人だ。もうレベル80くらいだったけど、キルレもダブルスコ近くつけられてますからね。いやー、本当に、どこ行くの、バカじゃないの。まあいいけどさ、シルバーだから。いやー、でもまあ自分より上手いかもしんないけど、いやー、自分ぶっちゃけブロンズなわけじゃない。よくシルバーの人にピン刺せるよなって思いますけどね。いや、無理無理無理。無理無理。オッケー。やっべ、待って、えい、やばい、死ね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 。もう、ピーキーしかないんだって、武器。あー、起こされてる。そりゃそうだよね。いやー。いや、負けとんのかい。まあでも今のは、一緒になってやんなきゃダメなとこだったな。いやー、ピーキー苦手だな。でもあれっすね、ランクでシルバーだったら、でも敵倒した方が早いのか。一人キルして一人アシストつけるだけでもプラスですもんね、シルバーだったら。それに10位以内とかもう一人とか絡んでくればプラス30とかいくんで、はーし、なんかいい感じに酔っ払ってきたんで、これラストにしよっかな。早っ。じゃあ最後はちょっと、さっき何気に千ダメ出せなかったからな、千ダメ出したいな。わお、情報ゼロ。これたまにあるんですけど、パーティーとかならいいんですけどね。自分と稀に同じスキンのブラハ使われた時とか、あ、自分だなって思ってたら違ってジブとかになったりする時あるんで、ほんとちょっとか、え、何、左黒いけど落ちてないよね。あ、大丈夫だ。初め、いやー、これ真ん中やってるかな。別赤じゃなければやってんな。いや、でも正直わかんないんだよね。
どこ行こうかな。じゃあそれこそリフト行こうかな。パスか。パス、ちょっと要チェックですね。名前、アスカ星。なんか VTuber みたいな名前ですけど。はいはーい。あー、うまいだけかもしれんな。はい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 。おー、これ熱い。いや、早えな。要求が早え。どうしようかなー。あー、結局、こうするってことですな、これ。できることなら、あ、みんな聞いたか。これは敵がいたときに、先般になるやつ。もう倒せばいいんでしょ、倒せば。よいしょ。ああ、ちょっと、ぐるぐるしてきた。ちょっとこれまずいっすね。ああ、はいはいはい。よし、まだ大丈夫だ。ハローが欲しい。いやー、え？あ、そっか。あれ？はい。はい、欲しい。はい、じゃあ、ライトもあるか。はい。来てないっすね、これ。これはもうここで来てない時点で、まあ、ほぼ、10位以内は濃厚かなっていう。お、いいもんあるやん。3倍が欲しいと。うるせえな、こいつ。やべえ。おー、ライフラインあっち行ってるけど、大丈夫か？アローが欲しいって言うけど、あー、いやー、スピットにすっかな。使いたいのも山々ですけど、スナイパー、いや、ちょっとなんかもしかしたら初心、いや、めっちゃこいつ要求してくるやん。いやもう、めっちゃ要求してくる。サブアカじゃないかな、もしかしたら。やってるかな。なんか、怪しいな。ちょっとキッズな気がするぞ。ヘビーマガジンが欲しいな。2個持ってる。じゃあいらん。2倍スコープ、あ、2倍スコープ作るんだったかな。でボーソン、ほら、あるあるぞ。そんなこと言うんだ。いらねえんかいってなるわね。もう拾うことすらでき。ああ、いいのあんねん。やったー。いやー、さっき押したろうがいい。さっき押したろうがいい。
スナイパーマなんてそこら中に転がってないかな。意外とないのかな。あ、そっか、スナイパー持ってれば作れるから、作るがよろしい。ああ、変わってるな、マジか。2倍スコープじゃ落ちてる可能性があるってことだな。はいはい。ちょっと頭でかいんでね。ちょっとガンガン行くね。もう一人は。ああ、もう一人も取って。じゃあ行かないと。持ってる。ヘビマガじゃねえ、ヘビアモはないですかね。200は欲しいな、スピットなんだったら。これ欲しい。あ、違ったわ。うわー、そんなところに置く。ちょっとおとりになってもろて。チーターって感じでもないんすかね。やべ、多かった。よしよしよし、まあまあいいや。多くて困ることはねえだろ。さっき青を下消するけど、取りに行ってない。何やってんの。遠くてめんどくさかったのかな。スナイパーもあるけど、まあ拾ってんだろうな、もうさすがに。いやー、でもこんだけ突っ込むってことは、これ負けない自信があるんだよな、多分。考えすぎかな。お、おっ、いるいるいる。だろうね、無理だな。 あ投げ物ねえじゃん俺。マジか。投げたいとこ。え、何してんの君。あ、そっか、初心者か。いやー、参ったな。遠いしね、そもそも。奥行ったっけ。あれ、ポータルだよな。ポータルでどこ行ったんだ。あっちいる、あっちいる。入ってんな、園内入ってんな。なるほど、そっちにいんのか。うわ、待って、いるじゃん。やべー、こんなとこで普通これやるべきじゃないけど、シールド回復させたくてね。ちょっと待って、無理、これ無理だわ。悪い。
待て待て待て、いるわ、後ろいるわ、うわ最悪、スライディングできなかった。はあ、しょうがないね。食らったな。はい、まあプラスになったんでいいかな。ありがとうございました。はい、まあこんなもんでしょう。私の実力は、まあちょっとやっぱ自信ないんであまり動画投稿はしないですけど、あまりうまくないからこそちょっと縛りプレイとかしていこうかなとは思うんで、何キルするまで終われませんとか。はいはい、ありがとうございました。それではこれで終わろうと思います。またそのうち調子いい時とか、もしかしたらもしくはお酒飲んでる時とか、動画上げると思うので、また見ていただければと思います。それでは久々のアラフォーエイペックスでした。面白かったらぜひチャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。それでは次回もまた見てくださいね。それではまたねー。